アレクサンドル・スクラービン・スクラービンの楽曲一覧、ピアノ・ソナタ第5番、ピアノ・ソナタ、ピアノ・ソナタ第5番、ピアノ・ソナタ第5番、ソナタ第5番初版の表紙、ピアノ・ソナタ第5番作品53は、アレクサンドル・スクラービンが1907年に作曲した、ピアノ・ソナタ。同年12月の6日間ほどの短い期間の間で作曲され、翌1908年出版。 なお出版に関しては、出版社との折り合いがうまくいかず、自費出版となっている。1908年11月18日にマーク、メイチックにより、モスクワで諸演された、単一学章調合は、えー、え、長調,調に始まり、変補長調,調で結ばれるが、調整感に乏しいパッセージも、少なくない。事実、最後の小説のクリスサンド的なパッセージの音の表記は、 助装の開始楽区の最後のそれと完全に一致しており、調整記号は事実上なきに等しい。初期のロマン派的な音楽から後期の神秘和音などを用いた独特な作風へ移行する過渡期にあるソナタで超絶技巧を要する難曲でありながら、スクラービンのソナタの作品群の中では最もよく演奏される作品の一つである。ウラディミル・ホロビッツ、スビアトスラフリヒテル。 ブラディ・ミル・ア・シュケナージ、グレン・グールドなどの演奏が有名である。タイトルに続いて、フランス語とロシア語で、自作のエッセイ、放映のシュレポエームで得るエクスタシーズから取った自作の詩の一節が引用されている。私はお前を名前と招く、お,お神秘の力よ。想像の精神のもことした深みに沈む。生のおどおどした胎児。そのお前に、私は未だい探査をもたらす。 曲の構成は大枠で、そなた形式の定式に従っている。ほとんど調べのないトリルから上昇する、グリッサンド的パッセージへ続く急感と続く助走と、三つの主題、そして長大な展開部、およびコーダを有する。ポリリズムを用い、スピード感と躍動感のある、第一主題、第二主題、そして対照的に緩やかな第三主題が自在に、緩急を織りなす。 単一楽章制で演奏時間も10分から13分と決して長くはないが、それぞれの主題が個性を主張しており、それらによって多楽章的な要素をも持たせている。コーダでは助奏の間の部分が三段楽譜を用いてダイナミックに再現され、最後には上記のように助奏のグリッサンド的なパッセージが調整記号をことにしながらも全く同じ音で、 再現されて締めくくられる。ありがとうございます。